佐々木明里は北海道大野町出身のプロスキーヤー、実業家。北海道の北小高校から日本体育大学体育学部体育学科出身。日体大2年時にソルトレークシティオリンピックに初、出場、後鳥の五輪、バンクーバー五輪、ソチ五輪と4大会連続日本代表。アルペンスキーワールドカップで日本人最多の3回表彰台に立った。 実業家としては、ゴーグルアパレルブランド MC を所有する有限会社 AK スクエアの社長である。元妻は山本美優。2014年ソチオリンピックの終了後には、より自然とつながる山岳スキーへ転向。2019年北海道の民放5局と NHK 札幌放送局による共同キャンペーン、ワン北海道プロジェクトのキャンペーンソングに参加。 メガボルトにも参加している。スキー、サロモンブーツ、サロモンウェアー、ノースフェイスゴーグル、MC キャップ、ニューエラマウント、EC スポーツ2003年から2006年まで、ガーラ、ユザワ所属。2006、07シーズンは、チーム TGS 所属でスタートし2007年1月に、グローバルエクステンドスキークラブに所属変更となった。2007、08シーズンは、 TCS 所属でスタートし2008年2月に PJM スキークラブに移籍し2008-09シーズンも引き続き同所属だった2009-10シーズンは新設のチーム MC 所属でスタートしたジュニア時代から将来を職望されていた2003年1月の W ハイ回転ウェンゲン大会で65番目というアルペンスキーでは絶望的とも言える 遅いスタート順から自身初となる2本目進出を決める。そして迎えた2本目、攻めの滑りでラップタイムを刻み、トップと0.04秒差の2位に飛び込んだ。この表彰台は、日本人では岡部哲也、川端恵美、木村君信に続く4人目の快挙であった。また、この2位入賞は、現在でも岡部哲也と並び日本人最高位体として記録されている。 この入賞で勢いづいた佐々木は、同シーズン、シュラドミング大会で8位、シガ高原大会で6位と、3回の1桁入賞を果たす。翌シーズン以降回転競技の第一シードに定着。2004、05シーズンには、日本勢が、これまで歯が立たなかった、大回転、ゾルデン大会で24位に入り、ポイントを獲得。トリノオリンピックが開かれる2005、 零六シーズンも、シーズン序盤から好調を維持し、ワールドカップ回転第七戦、シュラドミング大会で2位に入り、3シーズンぶり2度目の表彰台に立った。鳥のオリンピックでは、回転競技で1回目は、視界不良もあり、滑りに制裁を変えて、8位に止まった。2回目は、スタート直後に、片足肝不普通化してしまい、途中危険と振るわなかった。大回転にも出場したが、 こちらは1回目途中棄権となっている。五輪後 W 杯回転第8戦滋賀高原大会で自身3度目の2位に入賞。この表彰台は日本国内で開催された W 杯での日本人初の表彰台であった。翌日の第9戦でも6位入賞を果たし、日本人2人目のトップ7入りを果たした。この日は日本体育大学の先輩、 皆川健太郎も7位に入賞し、国内開催の W 杯で初の日本人ダブル入賞となった。07シーズンは欧州でも記録的な断頭の影響でコースの状態が悪く不利な状況がシーズンを通して続いた。結果、7位入賞を2回記録したものの種目別ランキング23位となり、第1シードから陥落してしまった。 4月5日、野沢温泉で行われた全日本選手権開店に出場し、初優勝。例年、全日本選手権は3月に予定されており、佐々木はワールドカップを転戦しているため出場できないが、天候不良の影響で4月に順延されたことにより、出場が可能となった。また、道具にもこだわりを見せ、スキーはメーカーから来るテストスキーを何度も試して、 自分に合ったものだけを使用していた。ウェア、ヘルメット、グローブ、ストック、バックルなどは特注品。佐々木オリジナルブランドのゴーグル、MC を立ち上げ、自ら会社の社長に就任している。2006、07シーズンからアルペン複合競技にも参戦する、意向であるため、2005、06シーズンから、格好、スーパー大回転にも出場している。2006年4月、 レスリング選手の山本美優と入籍。7月、ブリザード、テクニカ、マーカーとの契約を発表。8月、ガーラ・ユザワと契約を解消。2007、08シーズンはトップ12、3回。クロアチアのザグレブ大会では7位に入ったものの、種目別ランキングでは23位に終わった。シーズン終了後スキー、ブーツ、ビンディングの全契約メーカーであるサロモンと、 再び契約したことを発表した。今後は、オーストリア選手に絞ってサポートしていくという、ブリザード社の方針があったためと専門し、スキージャーナルで明かしている。佐々木の特徴は、柔らかい歌詞を生かした、他の、どの選手よりも深い、内計画である。高速化する現在のスラローム競技は、カービングスキーの性能を生かし、深く、内側に体を倒して、遠心力を、 最大限に利用する滑りが求められる。佐々木はスピードを落とさずポールをクリアするために他の選手と比べても明らかに深い内計画を作りターンしていく。その技術は左ターンの時に最も発揮される。内側の手を切面につけ体をギリギリまで倒してポールをクリアしていく。安定性には劣るがより早くターンすることが可能になる。誰よりも アグレッシブで型破りな佐々木の滑りは、欧州でも人気が高く、ファンクラブもできているほどである。また、多くのアルペン選手が怪我を恐れて敬遠しがちな、フリーライドスキーにも好んで取り組む。ありがとうございます。